はい、皆さんこんにちは、うまい棒です。ではね、まあ今回は前々から言っておりました、あの町も伊藤総中のね、まあ参加者の抽選をまあ行いたいと思います。はい、ちょっとカメラ調節するのでしばらくお待ちください。まあね、結構まあ予想以上の応募があったので、まあ抽選とさせていただきました。でですね、まあ抽選の方法なんですが、皆さんの目の前で抽選を行いたいと思います。そしたらね、まあきっとどうせよく通信している人とかとまあ選んでるんだろうとか言われると思うので、なのでね、皆さんの前でやりたいと思います。まあこちらのまあ何だっけ、カードおじさんのね貯金箱があるわけですが、はい、帽子を開けるとまあこういう風に空洞になっておりまして、でなのでこの中にですね、まあ、皆さんの名前が入った、まあ、紙を入れたいと思います。まあ、紙というのはこのようなまあ亮太大西さんのなんですが、紙で、まあ、もちろん何も目印となるものは書いてないですし、まあ色はねこの色とあとまあこの色と、まあ、微妙に違うんですけど、お分かりいただけるでしょうか。まあ色が違うのですが、よいしょ。まあそこら辺はね、まあこういう風に白を表にして折っているので、色は多少まあ関係ないです。ではね、まあこのようにいろんな方の名前が書いてあるわけですが、はい。逆か。ですが、で、これをこれからね、この中に入れまして、で、それで、シャッフルをしまして、で、そちら、まあ、そちらというか、で、それで、まあ、で、まあ、それでね、僕が3枚引きまして、それで、くじというか、やる方を発表していきたいと思います。よいしょ。テント全部入れましたね。はい、ご覧のようにね、見えるかな？紙が結構入ってますね。では、これをね、先ほどのこのカードおじさんのね、何でしたっけ、帽子ですね。で、帽子を、まあ、やりまして、で、これを振ります。シェイク。このくらいでいいでしょうかね。ではね、1枚ずつ開いていきたいと思います。ふぅ。じゃあ、まずは、じゃじゃん、この方ですね。じゃあ開票しましょう。一人目、沢口明希さんですね。はい、一人目は沢口明希さんに決まりました。では二人目を行きたいと思うんですが、シャッフルした方がいいですかね。じゃあシャッフルしましょう。またちょっとよし。ではね、二人目、行きましょう。僕も、わかんないんですよ。どれがどれだかね。まったく。ちょ、二枚重なってましたね。では、二人目。こちらの方ですね。ライトサイクル23ですね。23か23かわかんないんですが。はい。というわけで、今のところ、沢口明希さんと、ライトサイクル23さんですね。23さんっておかしいな、なんか。では、続いてを行きましょう。よいしょ。ぶつけた。ぶつけちゃった。思いっきりぶつけちゃいました。あらま。ふぅ。ではね、3人目を行きましょう。3人目は、こちらの方です。じゃあこれはもうどっか置いときましょう。3人目はこちらの方ですね。ちょっと見えない。こうか。
リク 2000Y さんですね。はい。ではね、まあ、次回の逃走中の参加者がこれで決まりました。ではもう一度参加者を、方を、まあ、お読みします。まず一人目がね、沢口芽生さんですね。はい。で、二人目が、こっちか。ライトサイクル23さんですね。で、最後が、リク 2000Y さんですね。まあ、この三人と、参加、逃走者は決まりました。まあ、他の方々はね、まあ、申し訳ありません。まあ、これも抽選なので、まあ、運が悪かったとしか言いようがないんですね。はい。なので、ボージー10305537と、りょうた大西さんと、カントモ自動82163。あ、間違えました。カントモ8216、あれ?カントモ8216さんですね。申し訳ございません。まあ、またね、第3回逃走中の方も行いたいと思うのでね。まあ、その時にまたご参加ください。で、やるいなどの、まあ、詳しいことが分かったら、その参加者のチャンネルまたは動画内へのコメントをしたいと思います。ではね、この参加者の3人は僕のコードを登録してください。では、選ばれた方は頑張ってください。選ばれなかった方はごめんなさい。ではね、この題名何にしよっかな。町盛り逃走中参加者募集抽選結果でいいかな。は、ここにて終わりにしたいと思います。まあ、通常の実況動画もよろしくお願いします。通信したいという方は、まあ、いいですが、僕も最近は忙しくなってきたので、なかなか通信できないと思いますが、ご了承ください。ではね、ここまで見てくださった方、ご視聴ありがとうございました。ではね、ここにて、まあ、終わりたいと思います。あ、飲みませんよ、ほんと。はい。というわけでね、まあ、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。では、実況動画も、方もよろしくお願いします。では、今回はここら辺で、さようなら。